栄えある第1位優勝です。エグタス田中さんペア、おめでとうございます。29.5センチ、34センチ、30.5センチ、合計94センチですね。おめでとうございます。おはようございます。おはようございます。今日、今年最後になりますかね、バスは。はい、なんなら今年バス行かなすぎてやばい。釣れますか？釣れません。じゃあ目標、今日の。はい、1匹、とりあえず締めの1匹を釣りたいな、じゃあバスマニアカップ、最後来た時もね、バスマニアカップはね、なかなか具合よく戦えたからね。まあね、ちょっとそのあの勢いでなんとか今日も ね、まあ、ね、いいのバラしたけどね、ここで。ルールとしましては、朝お配りした、このトレーを使いまして、魚が釣れましたら、まずこのトレーの上に魚を乗っけていきたい。あと自撮り、魚を持った写真をもう1枚、1匹ずつ2枚写真を撮ってください。で、写真撮れましたら、すぐ魚を放す時間のリリースしてもらって、12時から12時半の間に釣れた魚の写真を3枚、大きいサイズの3枚送ってもらえれば、ウェイインとなります。で、船規定につき3匹までよろしくお願いします。12時から12時半の間に、釣れた魚の画像を、LINE アットの方に送ってください。で、12時半を過ぎると、1分帰着遅れになると、1分ごとマイナス1センチになるので、帰着遅れは気をつけてください。あと、ちょっと神山のルールというか、注意してもらいたい部分なんですけれども、岩盤周りですね、まだ崖崩れ等かなり頻繁に起きてるみたいなので、特に縦の岩盤には近づかないようにお願いします。結構本当にボートの上とかに落ちてる事例もあるので、そこだけは確実に気をつけてください。あとは他のボート屋さんからも今日大会が2つ重なっているので、ディーカー野村さんからと、ここは、ブリキサーさんから大会が出てます。まあ、もしかしたら場所によって混み合うかもしれないんですけれども、お互い譲り合いの気持ちを持って、それを楽しんでもらえたらなと思います。で、あとはルールとして、小宮山のローカルルールで、桟橋キャストは基本禁止になります。桟橋周り、まあ、大体 10m 以内は、キャストはしないようにお願いします。で、他のボート屋さんの、トイレに関しては貸し出しできるので、例えば時田さんにも近くで釣りしてくれた場合は、桟橋つけてもらって、お手洗いは済ませてもらって結構です。はい、あと、まあ大丈夫だと思うんですけれども、ライフジャケットは確実にしてください。はい、お願いします。これ道がどっちか分かんない。こっちだよな、本校。暗いね、まだ暗い。まあまあ、やっぱり頭詰め9時ぐらいまでが当たりがよく出て、それ過ぎるともう11時ぐらいまで釣れないから、放射冷却寒そう。放射冷却の時間だけがチャンスだと思う。太陽出ない、太陽は分かんないな。いや、でも太陽出ちゃうよりこんぐらいの方が正直。今日は竿は4本まだリグってないです。おはようございます。おはようございます。じゃあ早く釣り始めてください。はい、今日のタックルは今
タックルボックスなしです。ねえ、手ぶらタオは持ってきたでしょ。タオ持ってきた。どれ、タオはいつも。あーし、ケイトの頑張ったりですよね。ちょっと荷物出しますね。マジで竿以外これしか持ってない。ちょっとまあまあまあ、本当に手ぶらできたね。つる手ということでこれだな、ピンクから、うん、いやもうこれ3つ持ってるけど基本ピンク使おうと思って、お一応持ってきたやつ。とりあえずよし来た。釣れた。山沢釣れた。山沢おめでとうございます。釣れた釣れた。速攻の一匹目。いいな。釣れる気がしない。え？釣れる気がしない。活字みたいな、なんか変な違和感感じたらそこでギーコーギーコーやってれば。水深はね、7メーターぐらい。分かんないよ、12月まだ7回しか買うよ。7回も来てる。嘘っすよね。マジっすか？やりすぎっすよ。7回でね、27、8日。それ2日か3日に1ページ来てんじゃないですか。そうだよ、だって俺の今月休み16日今月来月は月に16日休み。俺今月まだ3日しか休んでないですけど、っていうか今月の11月20日から田中の会社はもう墨汁みたいな黒で1月から3月まで給料 10% カットって言われたんで、業績が悪いからそんなに働いてんのにおかしいだろっつってそんなこと言ってて、あの社長がまた変な新しい車乗ってくるんじゃないの。そういうパターンだよ。基本山田さんは結構あっちの浅い側が得意で、俺はこっちの深い側でやってるの。昔から2月とかも浅石だけに4メーターとかあって。そうですね。そんな気しないけど、あ、でもそうかも。早っ。おっしゃ、この間の感じ。お、いいサイズじゃないですか。あ、そうでもないんだ。すごいバイト出てるから本当今フィーディング時間だ。これ水中結構食ってんだ。釣れる。いいペースですね。ヤマさん、2匹目。ヤマさん。あの船の横で逃げるやめてよ。投げつけ。疲れたからつけって。速攻の2匹目。釣るな。お、それディーパーじゃん。どいたから、あっちのポイント入ろうぜじゃあ、釣ってみんながやりだしたら送った。え、根がかりだ、根がかりだい。のぎちゃん、はい、右斜め前に、スーさんのケツのマジか、マジか
ファール、ファール。失格。他線への攻撃をした。何？だよ、スーさんがちゃんと今、痛いって言わないと。痛い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 って。やられたって。山田さん、今日アクションした時に食ってますか？止めた時に食ってますか？え？え？重要なところ聞き取れない。音声にモザイクかかって言ってくれたのに。今なんて言ったよ。まあうち後ろにすげえの乗っけてるんで、最終レッグワーム兵器。え？ポンコツ、それな、当たりを取るあれとか培ってねえのかよ。まあまあ、おむつ履いてる時点でメグさんはもう、で、これやった時にやっぱりね、なんかね、ずっとね、結局さ、なんだろう、おふくろさんの下でチャポチャポしてるのが嫌なの。ああ、おふくろさんがずっとインザシーな。はい。お、なんかチューブの歌みたいですね。おふくろさんインザシー。シーズンインザシーズン。なんかこう吸い取ってくれる前に。あー、はいはいはい、ちょっとないって。今のは今のはきっとこれは10年前のクオリティなんで。山田さん、ちょっと内側投げてみていいですか？すいません。じゃあめぐちゃん、許可出たから、ここの管理人の。ここの管理人。ここ入っていいよ。よかった、入ってもいいよ。入っていいって。入水おむつ入ってるから大丈夫だ。いや、そういう問題すんなら、おむつが全部台無しになっちゃう。そこじゃないんだよなって言われた。そこじゃないんだよなって言われた。あそこはいないところ。そういうのあるの？今、濁りの頭にポコンって思いながらかけて。でも、なんかかき乱されていらないです。結構です。距離いらないんだけど。結構です。お荷物が乗ってるんだけど。魚来たって言っちゃったから。そのうち、アレルアカナーが始まります。アレルアカナー。そのうち、あれ、アレルアじゃない。いや、落ち葉だよ。一日を経つと釣っちゃうからよ。一日10回ぐらい起こる。でも、この間、江戸川で釣ったんでしょ。江戸川でハスティワン拾って、はい、それ投げて、ペロ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 って言ったらバスつったらしい。いや、今の当たりかな。当たった？うん、怪しい。すげえギルあたりみたいなあんだけど、全部バスだから。ああ。ギルいねえから。ギルあたりみたいなある。ギルいねえんだ。持ってかないな。どうなってんの？なんかやっぱその立ち木とかに、うわーとか引っかかってる時じゃないとバイトは出づらいから。
海が微妙に吹き移られてきちゃった。じゃあこれあげたら来た。あ、おいおいおい入ってね。すごい。入ってね。取れた。取れた。おめでとう、久しぶりのバス。久しぶりのバス。ありがとうございます。おかげさんで釣りました。葉っぱついてますよ。久しぶりのブラックバス。久しぶりのブラックバス。締めのバスになるかもしれないからね。そうっすね。ルアーはネックワーム。いい。じゃあ今日大会だから、はい、まず、はい、で、ついてる。口を閉じて横につけて24だね。めぐさん24センチでした。さあどんどん行こう。はい、じゃあ逃がしてください。感想は、久しぶりのボス嬉しいっすね。ああじゃあ次30狙ってこう。20が冷たいです。はい、3代目ジェイソールブラザーズみたいな。ケツに敷いてじゃあケンジロウに思いを馳せながら釣ってください勝手に、はい、ケンジロウに思いを馳せながら、はい、お願いします。はい、え、引かない。あの冬特有のやっぱ24とか24な感じじゃないですか。そうだね。なんとか。いや、あれこれでもやべえかもしんない、でかいかもしんないみたいな気を食らいたい。めぐちゃんもコツを思い出せばパンパンするんだろう。いや、もう思い出した今。うん、その前の一投で、うん、あ、なんか感覚取り戻したなと思って。早いな。ってことはちょっと、でも黙ってないと釣れない。うん、いいよ黙って山田さん、あんたが喋りかけてると釣れないからもう黙っててってじゃあこっちは本当お通夜みたいな空気になってる。俺ここの当たりの出し方思い出すの11時ぐらいまでかかるからそれまで多分釣れないから、めぐちゃん頼みだから。マジえ、はい、買いました。いい、はい、1回しか使ってないです。もうどんどん裏いけないんでてか本当に切れたんで。あ、切れたんですか。
巻いて畳んであるだけですよ。あの結構長いんで、まあ後で帰ったら見せますけど。でもなんか言ってた、あの本当自転車のケーブル改造して作るのが良さそうですね。なんかこれだと結局その被膜から全部動くんですけど、自転車のコードだと中のワイヤーだけ動いて被膜は動かないじゃないですか。だからそっちの方がいい。はい。これだと結局外の被膜ごとグイって動くから。そうなんです。うん。自転車のコードをおっしゃ目の前で。おちょっと。何やってんの。すごい4匹目。もうスーさん下ろした方がいいよ。大して大きくない。とはいえですよ。やられてますよ。真横で。山田さんだからしょうがない。さっきまであそこいたんだけどな。うち。確かに。うん。いや時間がわかる。まだ当たりの出方的には秋っぽいですね。やっぱりこんだけバイトあんだとやっぱディープ捨てた方が良さそうですね。なんか山田さんある程度揃えちゃえばもうあと攻め切るのもありそう。分ないと話になるの。あ、そうっすか。うん、うん、で、ほんと37とか混じれば。そう、それに混じる。めぐたさんが俺のマーキングの上に乗っかってんだ。このボサをやりたい。どこですか。なんでもない。どこにボサあるんですか。ここですか。ここにポイントあるんですか。10日すごい。今3個のレコアームが至近距離で肉弾戦だ。やめろよ。金ちゃん釣り堀みたいになってる。この広大な亀山ダムで今4本の竿が一つの物資を巡ってなんだよこれ。マイウォーターやで。ふざけんなよ。俺の竿は折れないからな。高級チャンバラ。高級チャンバラ。やめろよ。ちょっと4万円の棒をぶつけ合うのはやめよう。大人じゃない。でかかった。やべえ、もやが取れてきたな。当たんなくなるぞ。これ他の船から見たら異常で不正みたいな感じで。悪いことしてない。何も悪いことはしてない。ごめん。いや、スーさんが俺の邪魔してきたんです。糸を絡んできた。不正です。あとは冬はね、ワームに仕事すると釣れるよね。何も、メグさん何も聞かないでいいから、あっちの心をいろいろ惑わせる。いや、私そういうので惑わされないから。知ってっけど。黒がいいとか言われても全然黒じゃねえし。もうあれだよ、あっち向けてうんこしてやれ。精神を乱すしかない。もううんこ。はい、お疲れ様でした。お疲れ。坊主なのに情けねえな。坊主のくせによ。確かに。おい、後ろの
簡単だったここは。いや前の。え？前の。なんだようっせえな。うっせえな。大移動か。大移動。大移動。大移動。朝からその下りが3回ぐらいいや今の声のとは俺本当に移動すんだなと思ったんですやられたやられたとりあえず山田さんが投げたところにかぶせな絶対ね あのスーパー魚探ですげえ立ち木とか掴んでっから危ないからあっちの船おっしゃ、おっしゃ、あー、ちょっと緩めろ。入られた？取れた？うん、惜しい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 。まあいいよ、バイト出せてるから。俺とりあえず山田さんのとこにかぶせっか。あれまた来年も釣れんじゃないかな。これからああいう生き物になっていく。あの台風で浄化されたのもあるんだろうね。ああそこまで激しいの 2、3 発でイワシも入りやすくなったんだよ。イワシはいっぱいいますね。あの魚探にすげえ映るもん。豊洲のあのぐるりの桟橋行くときとかもキラ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 ーってあの浅いところ、お台場のさ、あの入り口のところとかさ、めっちゃボイルしてんもんね。朝飛ぶと。お台場の中は黒台だっつってましたね、よく釣れるのは。すげえいっぱいいる。うん、ね、そういえばさ、スーさん、裏がだって、裏が。そう、グレディも誘おうと思ってて。26日曜日。前の週とかです。そう、それ前の週。え、フィッシングショーって1月1月の17、18、19。もし F ショー行くかな。遊漁船組合のチケットだけはもらいに行かない。あれプラスになるもん。ホルモン食べに行けない。ホルモンってなんだ。あ、厚木。あ、厚木。そうか、それであれか、で、湘南に行くんだな。よっしゃ。よし。ちょっといいんじゃない。いや、良くないよ。ちょっと釣るところ、あの口が悪くなりだすんでそんなことない。おめえいいから、もっとでけえの釣れよ負けてっからいいよ、負けても。よくねえよ私が釣れればいいんだ。私が釣れればいいんだとか。別に負けてもいいんだよ、私が釣れれば。え、上手い人しか釣れないから今。くそー。そうだよね。でかいの釣れようとこいつ釣れない人に言われたくないわ。今は下手な人には釣れないから。バカ女。はい、2球目。今のは。ビビって来たから、うん、お静か喋りながらだったけど、うわ来てる来てると思いながら喋ってた。いやまあナイス2匹目あと1本色変えたの。よれてる。あ、色変えた。ミミズカスタム、キャスの折りからのやつだ。そうそうそう、はいはいはい、じゃあ測りましょう。口閉じて同じか。いや、ちっちゃいか。24、3.5。ちょ、待ってね、行くよ。おっと、もう一回。まだ。23.5。23.5。足し算とかできないから、めぐちゃん計算しといてね。はい。はい、向こうが計算してくれるんじゃないか。あ、そう。いや、いっぱい釣れちゃった時さ、どれ送ろうかみたいな。そんな。なんかコツありますか。いや坊主なんですけど。コツ私が言えたことではない。
釣り子さんの方がうまいじゃないですか、基本的には。基本的には基本ってなんか含みのある言い方だけど今日に関しては今のところ釣れてないじゃないですか。ええ、いやでもこれからやってくれると私は信じてるんで全然あの私がもうこれ黙らなきゃいけないぐらいでかいの釣ってくれると。わかりました。本気で信じてるから。はい、まあまあ24たす 23.5 だから47.5 です今うちのチームね。じゃあ頑張っていきましょう。あと1匹釣れればもうやめていい？いいよいいよいいよ。やめないけどね。やめないと思うけどね。まあ12時ですぐ終わっちゃうからさ。そうなんだよ、あっという間なんだよ、ね、あっという間だから。はい、頑張っていきましょう。はい、いやー大したもんだ。結構竿すげえ曲がってくから、うん、いいサイズじゃねえと思ったんだけど、あんぐらいなんだね、うん。まあまあでもあと1本あと1本マジで。でも当たりがちゃんとわかるから。うん。合わせ、いや今もさっきもだけど合わせがっつり入れたからさ。はい、とりあえずここ前の大会の時だと本当、うん、ちゃんとやれば11時ぐらいまで釣れてたから。もう一尺使うかな。いいよいいよ。多分このペースだったらちゃんとリミットは釣れるからとりあえず。本当か？今だけかもしれないよ。釣れるのは。とりあえず3本で1メーター目指そう。なんかすぐ糸が寄れる。入れたばっかだもんね。そうなんだよね。ベアリングが外れちゃってる。ここからでも声聞こえるよ。本当にうるさいね。自分の中で喋りながらすげえ葛藤してた。なんで？いや、合わせ遅れた。これさ、あれじゃないの？うん。同点多いんじゃない？え？同点多いんじゃない？同点？同点？うん。あ、同じぐらいの。そう、同じ数字がさ、多いんじゃない。まあでも何気にさっきの山田さんの最後のやつあれ遠目で見ても30ぐらい。山田さんはあれだけど他の人たちはさもうさ同じサイズのばっかり釣れてる可能性あるじゃん。結構あっちの白鳥島とか長崎の方ってのは、うん、釣れたらでかい。釣れたらでかいんだよあっち、うん、じゃあ分かんないね。釣れてるか。馬場君、青木さんもあっちで1位に取ってくからね。でも釣れてるか釣れてないかの話だ。うん、まずそこじゃん。まあ、大会が多すぎて潰し合いになってくれてたらこっちで丁寧にこうやって揃えてる我々にも、うん、チャンスはある。ワンチャンあるかもしれない。鼻が寒くなってきた。指の次は鼻か、うん、すぐ鼻赤くなっちゃった。まあ、12月の後半に2匹も釣れたら心は温かいだろう。まあね、うん、久しぶりのバスだから心が温かい。基本ここら辺の右の横にいっぱい立ち木が点在しててこの立ち木についてるやつはちょっとあの内側で釣れるのよりサイズは上がるはずなんだ。寝がかった立ち木とかもこの前釣れてた。まあ、休ませながら内側を打ったり外側を打ったり。何なのなち、あの前回バスマニアカップの時より釣れてんじゃん。ね、そうだね。具合いいよ。多分この時間でこうだから多分めぐちゃん、5匹くらい釣んじゃねえかなと思うんだけどな。何釣れるかな。悪かねえよな。で、だから。
今回キーパーがないのがありがたい。ありがたい。まあこの時期だしね。25って言われてたらあれ両方のんきにされちゃうわけじゃん。そう。でもさ、そうなったらさ、うん、揃えられる人少なすぎるんじゃん。そう、そう、それはある。その二人がかりだったら、5匹ペンとかだったらうちらかなり有利なんだ。まあ山田さん一番強くなってるから。コモリカップって5匹線じゃなかった？コモリカップは5匹。そうだよね。あれが一番多い。当たってる？うん。
食わない。何回も当たってくるのに。当たってる。ああ。待て待て。食い込ませると案外本当それパーツだから。なんかいい立ち着とかにいい子いい子なってる。頑張れ。超トン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 来るんだけどさ、結構バツだよ。同じやつが食ってんのかな。いい音がした、いい音がした、後ろから、いい音がした。おお、ナイスサイズ。でかした。頑張ったかやつ。超頑張った。ちょっとぶつ持ちを取って。飲んでるからさ、ふわふわしてたのかな。はい。いいサイズじゃない？3匹目。おお。リミットメイクしましたよ、一人で。一人で出たほうがよかったな。一人でしちゃった。やるな。あれ、レッグ色変えたんだっけ？変えた。うん、おお、珍しい色だね。じゃあ、とりあえず計測に入りましょう。早い時間帯にね。よし、行きましょう。はい、今日は、はい、ポケットタックルで、はい、ポケットタックルボックスで、はい、ビッグアームも3色しか持ってこなかったんですけど、定番の黒がないよね。黒持ってないし、ね、そうだったそうだった。なんかみんな黒黒黒黒言うけど、気持ちの問題じゃねえと思って、うん、いや実際今日黒投げてる俺連れてなくて、メグさんのこのピンク、レッド、パープル、まあ女の子っぽいからって言ってるのがなんつうのか、なんでその色選んだみたいなのがね。なんかお気に、シンプルなお気にカラー。もうレッグアームありすぎてね、選べないんだけど、今日はなんか一応大会だしシンプルめにしてみたみたいなところはあるかな。勉強になります。ちょっと後でその色をよく教えてください、はい、じゃあここからサイズアップだね。はい、はい、続く。